毎度ゲーム実況ユニットもずっとハヤニーのハヤニーでございます。さあ今回もウォッチドックス、世直しマンの物語を進めていきたいと思います。前回 T ボーンにね、なんかヘリを追っかけたことあるかって言われてましたけど、そのメインクエですね。パラノイア集団、やっぱ人がいるな。キャンプに来てるのかな。お金あざす。2180円。なんか変な女の子が踊ってんの。党員1名のジョーク生徒メンバーかわいそう。うち1人しかいないじゃん。行く先々でこの名前が出てくる。連中はきっと CTOS 以上の何かを企んでる。T ボーンがうまくやってくれるといいが。T ボーンがな、メンバー入りしてくれると心強いですからね。それでヘリどもはどこだ。待てよ。あ、おるで、ヘリ飛んでる。あ、もうそのバイクで行くしかないな。じゃすいません、誰のかわかりませんが、バイク泥棒です。仕方ない、世直しのためだ。おるせ、あのヘリを。なんかこうバイクアクションっていうとあれですね、ミッションインポッシブル2、ジョン・ウー監督の。あ、かっこよかったよね、トム・クルーズのバイクアクションが。あ、痛い。こんなことはしません。トムはこんなことにはなりません。しゃあない。あ、でもね、なんかネット見てたら、ウォッチドックスの方もし実写映画にするならエイデン・ピアス誰がいいで、1位トム・クルーズになってたわ。そらそうや。つまりヘリが警備主任のところまで連れてってくれるわけ。ビンゴ、そういうことだ。なるほど。で、警備主任からアクセスコードをいただくっていう、いつもの流れになるんでしょうね。まあでもミッションインポッシブル感は結構ありますよね。こういうハイテクな機械を使うじゃん。おっしゃ、うわーどういうこと。近道しようと思ったら木に引っかかったわ。さあ、こっちルートで行ってて大丈夫か。決まった。曲かっこいいね。めっちゃアクション映画っぽい。ヘリ止まってるよな。なんかあるのか。あ、なんか集落があるな。そいつは妙だ。待てよ、そういうことか。ポーニーにいる傭兵は主任二人を見つけないといけないっぽい。そのほとんどがあのアホのたまり場に住んで。アホのたまり場言われてるわ。その中の一人が警備主任か。完全なアクセス権。ありがたいね。トラックを守ってた連中を覚えてるか。奴らと同じ組織だ。ポーニーの傭兵は生存主義者、サバイバリスト、反政府主義者。俺と同じだ。ヘリやべえ。死ぬまで銃を離さねえ。カメラ。おお。警備主任。全然いそうにない。お、重装甲いますね。ヘリカメラあるわ。お、これはいいぞ。空から、あ、まあまあ、ヘリに見つかりそう。ヘリやばいな。ここちょっと隠れながらカメラをハッキング。あ、一人いました。もう一人いるっぽいですね。いる？誰や。モーリス・ベガ誰だ。モーリスって姪っ子殺したのモーリスやったっけ。あ、いた。見つけた。警備主任発見です。単なる狩猟クラブ。こっちの方が近いけど、ちょっとヘリ近いな。ポーニーでは普通のヘリどっか行かんかな。ポーニーに普通なんてねえよ。ブルームが故
全然ヘリとかんやん。どうしようか。いや怖いな。向こう側から行こうか。ちょっと遠い方からあえて行きます。ヘリがあまりにも主任の上を旋回しすぎや。さあちょっと回り道をして、もう一人の警備主任をやっちゃいましょう。またヘリ来てんな。なんのあのヘリ。あいつだ。いましたね。でも正面こっち向いてるやつがいるな。どうしようか。ルアー使うか。あれ出ない。あれ L1 じゃなかったっけ。じゃあ R1 か。まあ装備してなかったわ。はい、釣ります。来た来た、来ましたね。行くか。あ、撃ち寄った。こいつもう見つかったじゃん。やばい、ヘリだなこれ。ヘリのスナイパーが、やばいやばい。ちょ、屋根ないですかどっか。あ、怖い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 。もうこれ完全にやられるやん。ヘリ強よ。ダラーン、世直し版ダラーン。しょっぱ、あ、一人目テイクダウン取った直後ですね。よかった、セーブされてたわ。よし、これでもう一人警備主任をテイクダウンできれば OK です。さあヘリはうまいことちょっと離れてくれてますね。よし、ここから行って、やばい、ヘリが、しかし進まなきゃ、どうにもならん。壁に隠れる。よし、そこ一人ちょっとめんどくさいのがいますね。おい、必勝で、へい。来たな、ヘリ。おい、重装甲2人もいるじゃん。めんどくさ。そこの爆破もちょっと届かないな。グレネード投げるか。ないわ。クラフト、とりあえず1個投げます。あ、分かれた。とりあえず入り口のやつが死なないな。死なないね。あ、でもテイクダウンのやつが反応したっぽいです。動いてますね。あ、こっちまで出てきてくれんじゃない。出てくるな。おわ、ちょっと早すぎたわ、早すぎた。あ、でもそいつは死んだね。そもそも殺していいのかどうなのかがちょっと微妙なんやけど、届いてないな。どうする、殺していいんかな。投げちゃう。投げようか、来てるし。OK! あ、ハッキングになったわ。ちょうどいい。よし、傭兵を全員始末するか、吹いきれ。OKOKOK。見つかってないんで、今。このまま逃げれる可能性が高いっす。よし、走って逃げよう。もうすぐエリア外です。OK! ヘリ怖かったな。ヘリがやっぱ巡回してるところはうろついたかも。マジかよ、疑って悪かったな。なぜ疑う。現実主義者だからな。いいか、俺のデータを抹消するウイルスを今コーディングしてるところだ。我ながら天才だ。そしてアクセス権とお前のコードでブルームに侵入するセキュリティは、うん、いい質問だ。言ってみればア
厚いって感じだ。ああ、なら薄くするとしよう。薄々で。奴らの配送トラックの追跡は。もちろん。奴らのルートに騒ぎを起こそう。よし。全然よし感がなかったな今。さあということで、ブルームの本社のサーバーにある、T-Boneの生体認証のコードを消すってことですね。なかなか難しい。痛い。難しいミッションですよね。だってこっちもプロやけど向こうもプロやからな。そんなそうそう簡単にさ上書きとかさせてくれへんやろ。ましてや警備は厳重っていうね。まあその警備を減らすために今から騒ぎを起こします。ホーニーの傭兵たちは皆下請け警備員だ、うん、もしヘマしたら仕事が来なくなる。騒動でも起きれば慌てて応援をよこす。そしてブルームがテウスになる。テウスにしましょうか。じゃあティーボーンが送ってきたルートを見てみよう。連中はまっすぐ向かってるな。チャンスが多いってことだ。よし。お、かっこいい曲が。ルートにとりあえず全力疾走します。あれしましょうか。粘着爆弾装備して、まあ、一気に車両を爆破して終わらせたいとこですよね。さあこの道もうすぐもうすぐ来るな。とりあえず行きますか。ちょっとその辺やな。もう一個置いとこうか。よしこの辺から今来てるやつは違う。二代目ですね。これの次。今だ。オッケー。あ、ナイス。バレてない。バレてないぞ今。さあ追跡。誰がやったのかを今追っていますね。なんとハヤニーは爆破の瞬間を見られていないので見つかっていません。この車いただこう。あ、やばい。あ、見つかったな今。向こうに逃げるべきだったな。撃つそうだわ。時計を回る。お、いいのがある。あ、ちょっと自分が食らった。あ、相手も食らった。今自分も食らっちゃいましたね。もうやばいっす。車が世直しマン、世直しマン自爆ですね。こっちも行こう。もうダメだこれ。車がダメだ。おじさん、おじさん、その車貸して。 FBI だ。違うけどよく FBI がね、 FBI がって車を送りますけど。あ、こっち行けんじゃない。飛ぶ飛ぶ、行っちゃう、行っちゃいますか。行け。お、行った。おし。さあ前に失敗したルートと逆かな。これは逃げ切ったでしょう。あ、正面いるわ。このまま行くとまずい。モーテルに逃げます。バイクないかな。どうする。ここのモーテル、うわ、なんか挟まれそうな予感。逃げ道ないか。あ、向こう越えるそう。よし、そこの柵を越えて逃げます。来てんな正面。危ない危ない危ない。モーテル前に車が3台来てます。今このまま走っていけば逃げ切れそうだが、車も来てますね。さあ逃げ切れるか、逃げ切れるか、逃げ切れるか。あ、逃げ切った。よし、一応隠れます。危ない危ない。また見つかる可能性があるね。オッケー、やったったね。楽しかったな。ブルームは事態を把握していない。時間は稼げる。オッケー。もっと昔にてめえを知ってればな。いろいろ
か嬉しいこと言ってくれる。できるさ。シカゴに戻ったらな。ウイルスの準備はできてるか。多かれ少なかれな。多かれ少なかれ。多かれだ。うまくいく。どういうことやね。どういう意味だ。こっちは命がかかってる。本当やね。大きなやつだ。サーバーを見つけて、あとはこいつに任せろ。本当にクララの憧れの男か。クララは憧れてんのか。そうか。誰だって。気にするな。ハッカーやもんな、伝説の。あ、なんかシティホットスポットがありますね。クレイジームースイン、モーテルやな。経営者がようやくベッドから這い出てきた時に朝食が提供される。モズベイさんが経営してそうなモーテルやな。早起きてご飯くれやって感じですね。さあ、というわけで今回のミッションはここまで。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、感想、コメントもよろしくケロ。じゃあねー、バイバイ。